さあ、どうもこんにちは。モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日紹介する車はですね、もう先に言っときます。車庫端にして、つらい位置にしたら、半端ないかっこいいと思います。やばいと思います。この車のかっこよさ。さあ、何の車かというと、こんな始まり方で怒らないかな。アルテオンになります。すっげえかっこいいですよ。いや、ほんとかっこいいんですよ、この車、アルテオン。まあ、もともとアルテオンかっこいいですもんね。まあ、なので、ドレスアップしてる方も多いかと思うんですけれども、アルテオンは今まで4枚ドアのみだったんですね。それが今回、このシューティングブレークの登場です。これね、ほんとルーフのこの垂れ下がり具合とか、ウィンドウのショルダーラインのこのキックアップのラインとか、だから上は少し下がり、このウィンドウラインはちょっとキックアップしていき、これがスーってかけっていう、そういう感じ。で、さらに上から見た時に、これなんとなくこれが、ヒュッてちょっとね、ほんのちょっとだけ後ろに対して、尻つぼみというんですかね、なんて言うんでしょう、こう、絞られてるんですよ。だからこのフェンダーのほら、もりもり感あるでしょ。ほら、ここよくわかるじゃん。ほら、かっこいいんですよ。本当この車は、なんでしょう、部分部分を切り取ってもかっこいいんですよ。ほら、このあたりも、これ、エレガンス。先に言ってしまうと、グレード構成は3つ。R ライン、R ラインアドバンス、このエレガンス。で、価格が一番高いのはこのエレガンスになります。エレガンスになると、こういうシルバーのこの褐色のミラーとかも、これエレガンスです。なんかこれ、普通だったら R ラインとかの方がシルバーっぽいですけど、エレガンスなんですよ。このグレード構成が面白いですけれども、あ、ちょっと前見せろ。はい、すいません。はい。はい、前。見てください。もう存分に。半端ないかっこいいですよ。で、このグリルが、今までもこのグリルって、一本ここからヘッドライトのラインに繋がってたんですけど、それが完全このクロームのラインで、この内側の目もこれ繋がったんですよ。これがね、すげえかっこいいんですよ。ほら。挑戦的なこの見た目。いや、しかもね、これ先に、これ IQ ライトですよ。だからこれ32個の LED が奥に入っており、この中でビカビカビカって、まあ頭のいいライトですよね。眩しいと困っちゃうところはライト消しますみたいな LED ライトですけれども、ちょっとね、これ、ライトつけますよ。さあ、見てみての前に、ちょっとここのエッジラインもすごくないですか？ほら、すげえ鋭い。ほら、かっこいい。で、このまま後ろ行っちゃうと、ほんとライトをちょっと怒られそうだから、さすがにこれは。はい、ライト！ほら、どうですか？ここの下のラインも光りながら、これ。このライトのこの、ちょっとだからアイラインが引かれたような、マスカラが引かれたようなというか、この、今ね、これ、フリッカー対策かけたら、これあまり映りにくくなっちゃったな、逆に。ここ光ってるんですよ、実際の目で見ると。これ全然映像だと光ってないな。かっこよさが伝わらん。まあでもかっこいいですよ。僕のことを信じてください。これほんとかっこいいです。いや、すげえ。これエレガンスは、この下回りのグリルのところが、ちょうどこのへの字型なんですよ。まあどちらかというと落ち着かせたい車ってこういうへの字型ですよね。脇に対して中央から垂れ下がり系のラインですよ。で、まあ躍動感与えたいときは、この脇に対して内側からはキックアップラインですよ。だからこれキックアップラインも使ってはいるんですけど、この下側の垂れ下がり、だからこれが R ラインだとここがギュッて持ち上がりラインで強調されるんですよ。だからこの白の今このラインがあるじゃないですか。これはエレガンスラインですね。どちらかというと R ラインはここからさらにもう一個内側になんか多分写真が出てると思います。今うちの編集者みんなすごいので、さあすいません、まあ、今度編集者に焼き肉をおごりますんで、はい。で、はい、タイヤで、タイヤもこれ20インチです。これは R ラインアドバンスとエレガンスのみ20インチです。で、R ラインのノーマル、一番ベーシックグレードになるとこれ19インチになりますので、ホイールデザインも変わっちゃいます。このホイールもかっこいいですよね。24535 20インチです。指2本、3本入りそう。これ2本とか1本半にしたら半端ないかっこいいと思います。さらに辛い位置にもしたい。こんなこと言っちゃあかんすよね。反省。でもね、そういうのをやりたくなるぐらいかっこいい。ほら、なんかこの角度でここを切り抜いてもなんかかっこいい。で、この辺りのエッジもすごいでしょ。いやー、ほら、下回りから見た時の、かっこいいかっこいい。この下から煽ってあげてもかっこいい。なんかスカートの中覗くような気分だな、ほんともう。はい、P0。何言ってるかわかんないから先進みます。はい。はい、P0 です。24535、20インチですね。はい、P0 を履いております。24535。これ、フロントも24535ですよ。何も変わらずです。はい、24535。こういったところはいいですよね。前後別のサイズにしないっていう。だからローテーションしやすかったりとか。いやー、すげえかっけえじゃん。こういったあたりも綺麗綺麗。この造形、わかります？ほら、すっごい綺麗でしょ、ここ。いやー、綺麗綺麗。で、このルーフが綺麗にほんと垂れ下がってて、空気の剥離ギリギリ抑えながら、ここまでちゃんと空気引っ張って、ここからシュワッ。いやー、いい。ほら、このあたりもかっこいいじゃないですか。え、これかっこいい。有機ELではないよな。びっくりした。有機ELだともうほんとペラペラの板にできますけど、このペラペラのなんかね、板をこの組み合わせるようなこの見せ方すげえかっこいいじゃん。ライト造形もかっこいいな。もう何から何までかっこいい。残念だったのは、まあ当然ですけど、いつも通りですけど、R ラインもそうですし、これエレガンスは、これ R ラインだとこれ2つに分かれるんですけど、エレガンスはこれ一つ穴なんですけれども、もう写真に今出てると思います、この辺りに。で、まあどちらにせよ、ポンと。だからもうダミーなんですよ。この辺りはちょっと残念なところではありますけどね。まあでも見た目においてはいいじゃないですか。これがあるなしで言ったら、あった方がやっぱ締まりますもん。まあ僕はいいと思います。で、今回アルテオンはもうすべてのグレードで4モーションしかありません。なので肉はありません。すべて4モーション。4輪駆動になっており、で、搭載エンジンはもうたった一つです。2リッターの TSI エンジンになります。もうこの一つです。ちょっとボンネット開けますか。ちょっとお待ちを。いやー、サッシレスもいいですよね。はいはいはい。ライト消します。あ、その前にハザードをちょっとやりたい。ハザードはここです。おー、シーケンシャル来ましたね。あ、いいですね。光り方もかっこいい。一瞬ちょっとポルシェにも見えるような。いいじゃないですか。なんか、それぞれのブランドのかっこいいところを寄せ集めっていう言い方おかしいですけど、なんかいいとこ取りしたかのような、なんかそんな雰囲気も漂うな。あ、これ内側なんですね。外じゃなくて。へえ、これちょっと予想外だった。ああ、なるほど。外の方がかっこいい感じしますけど、こっち光らした方が。はい。じゃあエンジンを開けてみます。そもそもの話を僕は言ってなかったですけど、アルテオンはフォルクスバーゲンのフラッグシップモデルであります。もちろんダンパーついてて当然です。あ、しかもダブルでダンパーついてる。パサード片方しかなかったのにダンパー。さすがフラッグシップ。まあ、そこで判断するわけではないですけど、しかも、はい、ダブルキャッチ。アルテオンしっかりやってきてる。ここの肉厚は、あ、ここは薄いまんまか。で、これが2リッターの TSI エンジンになります。272馬力を5500から6500で出す。で、最大トルクは350ニュートン。で、それで2000回転から5400回転で最大トルクは発生させます。組み合わされるのは7速の DSG になっております。基本としては FF で、クラッチをつないでって、リア駆動っていう、だから最大50、50まで持っていくっていう前後トルク配分は。で、搭載位置としても、基本的にもうエンジンやっぱりもう前ですよね。まあこの辺りはもう変わらないです。ターボも普通のターボですね。可変ジオメトリーとかそういうのではないですね。まあなのでそこまでガツッとすごいものはやってないですけど、でも一つここまで 200m ぐらい乗ってきただけでもちょっとこれいいなと思ったのが足いいんですよ。で、これ足は DCC ついてます。要はアダプティブダンピングコントロールですよね。要は電子制御サスが、これ足は入ってますので、ここがちょっと注目のところになります。で、さらにせっかくエンジン開いてるので言うと、アルテオンのさらなる武器は、まあこれ他のスポーツ系の、例えばゴルフの GTI とかでもやってましたっけ？ XDS が入ってますね。なので電子制御のデファレンシャルロックも入っております。だから内側のタイヤがカーブの出口とかで空転しそうな時にブレーキ制御をかけてくれるっていう、まあそういったのもついておりますし、あとはこれ、プログレッシブステアリングですね。そうだそうだ。ステアリングギアレシオが、ちょっと変則なんですよ。見えないし、覗くと暑いからやめよう。ハンドルを最初の切り出しはスローでどんどん切っていくと、だんだんこのタイヤの反応がどんどん鋭くなるんですよ。だから切れば切るほど少ない操作量でタイヤが向くっていう、そういうものですね。だからハンドル1回転でフルロックまで持っていけるっていう、まあ、メカニカル的なバリアフルステアリングっていう、まあ、そういうイメージですかね。で、そう、まず基本をお伝えしておくと、これ全長としては4870あるんですよ。まあ、なので結構立派なサイズです。だからパサードが4790だから結構140ミリぐらいは大きいですよね、パサードより。だからフラッグシップらしいんですよ。で、さらに幅もこれ1875ですよ。結構幅はあります。まあ、だからこそこのワイド&ローな感じが出るんですけど、ベタっとしたようなこのスタイルですよ。ほら、このかっこよさ。で、パサードは1830なので、この幅としては、だから45ミリも広いんですよ。で、高さも、例えばパサードで言うと1470ですけど、これ1445ですよ。なので、高さも低いです。で、なんといっても、後で後石乗ったらすぐわかりますけど、ホイールベース長いんですよ、これ。2835なんですよ。だからフラッグシップらしいですよね。船の大きさと一緒です。車の車格を決めますので、大きい方が車は揺れにくいし、室内は広くなるし、それで言うとパサードは2790ですので、パサードよりも45ミリも長いんですよ。2835。これがやっぱ武器だと思います。で、1720キロ。注目はさらに、このかっこよさとこの装備とか内容で安い。価格で言うと、これシューティングブレークのこれエレガンスなので一番高いので、これが一番高くて644万円。で、セダンの方が少し安いです。セダンはそれよりも、両方とも20万円安くなると思ってください。なので、この後ろの荷室の広さとか、このリアの造形とかを求めると20万円ください。っていう状態で今売られているというのが中身になります。では、はい、日数行きましょう。電動です。十分なる広さですよ。もう僕倒しておきましたけど、ほら、十分広いでしょ。で、これいいのは、やっぱヒンジが奥なので、この張り出しが少ないんですよ。ほらほら。全然張り出さないですよね。このあたりいいところですよ。この荷室の広さとしては、今後石倒して最も広くしてますけれども、この状態でシューティングブレークで1632あります。で、これでもセダンでも1557あるんですよ。リアシート倒すと。だから意外とセダンもね、広いというか、逆に言えばシューティングブレークが狭いって言った方がいいのか、やっぱりかっこよさ求めて、シューティングブレーク実際セダンと比べた時も、この分ぐらい、いやもっとだな、セダンも今写真出てると思いますけど、この垂れ下がり結構ね、ここギリギリまで後ろまで綺麗にスラントしてるので、セダンも。だからね、結構ね、セダン広いんですよ。うん。5ドアが広いって言った方がいいのかな。うん。なので、シューティングブレーク、まあまあ100リッターもだから変わんないんですよね。まあそう考えた時に荷物の積みやすさっていうよりデザイン性で決めてもいいのではないかなと思います。ちなみに荷物をたくさん積みたいって言ったらパサードのバリアントですよ。パサードのバリアント、これ倒した時って1780リッターも入るので、だからまあこの車と比べると150リッターも積載容量違いますから、荷物質としては失ってて、じゃあ何得ましたかってかっこよさですっていう、まあそういった割り切りですよ。さあ、床下、こんな形。今、これ、そっか、スピーカーが入ってますね。サブウーファーが入っております。で、パサードの動画見てもらえばわかりますけど、床面が2段式にもなってないですし、トノカバーをしまうところもないですね。だからこのトノカバーはもし外したとしたらここら辺に転がしておくか、外にポイするかみたいな、まあそんな話にはなるかとは思います。さあ、じゃあちょっと室内行きましょうか。後石。さあ、本当はすぐ運転席の後ろ行きたいですけれども、いやー、この辺りすげえな、やっぱ。なんでこっち来たかっていうと、あ、間違えた。あっちでよかったんだ。戻ります。何のこと言ってんだって。もう今ぐちゃぐちゃになっちゃった。はい。これ、中見てもらうとわかります。さあ、これ。これ、パサードでどういう風に活用ができるかっていうのはもう動画、そちらの動画を見てください。オールトラックの内外装ですっげえこと細かに紹介しております。で、これは、パサードの場合って、これ網が出てくるんですけど、これ荷物が前に飛ばないように。この網は、パサートの場合って、ここにガチャンと独立して付けることできたんですけど、これできないです。だからシート裏にもう固定式になります。なので、片方のシートと共にこれ動くっていう、パサートもこのやり方できるんですけど、このやり方しか選択できないです。まあ、なので、起こしてあげると、そこにフレームが残ってますよね。まあ、こういうやり方。まあ、別に決して悪くないですよ。はい。で、じゃあ乗り込みます。あの前に、はい、ドアの内装とかはこんな形です。いや、高級感あるある。はい、ハマンカードン。後ろはでも R ラインとあまり変わんないのかな。あ、指紋が残りそう。後で拭いとこう。今、絶対どうせ拭かねえだろうと思った人いますよね。うん、正解です。はい。さあ、乗りました。あ、さっき僕パサート取ったばっかですけど、明確にパサートより広い。ホイールベースが広いからだ。実はね、少しだけシート今、僕パサートの時よりちょっと姿勢悪く乗ってるんですよ。それでも楽勝。ああ、楽勝で小指が届かない。もうね、靴、シートの裏に入ります、入りません。関係ないです。もう届かないぐらいです。で、シートの長さも十分ありますし、で、エアコンとかはあります。いや、すごいな。広い広い。やっぱホイールベースの延長は効いている。じゃあ、唯一パサードに負けてるのはって言ったら、このルーフ、これオプションだと思うんですけども、このルーフが、エンドがここ。パサートはもっともっとこれ後ろまでありました。やっぱりルーフを結構後ろに向けてスランとしてるので、このガラスサンルーフも途中までで切れちゃってますね。後ろに向けて曲がってるルーフなので、やっぱ大きくはできないですよね。まあそこはしょうがないとこですかね。ヘッドクリアランス、お。すげえ、ヘッドクリアランス。え、何？パサートよりある気がする。縦で楽勝で入るんですけど、ここ、そっか、サンルーフがないからだ。ああ、だからこれ、ここでもう完全に逃がせてるんだ。なるほど。楽勝です、これ。ヘッドレストの高さも十分上がるし、これは、いい。シートバックの角度は変わらないか。なんか、寝てるように感じるのは、やっぱ足がすごい楽だからかな。なんかすごい楽です、座っていて。フラッグシップらしいですね。やっぱりでも、リクライニング角度とかがないのが、ちょっとそれは残念なとこですかね。あ、ちなみに忘れるとこだった。もうこれはね、だんだん、踏ん張ります。だからここほんと、絶対これ踏ん張らした方がいいと思います。これほんとね、ホンダさんのベゼルとかシビックのために毎回やってるような感じですよね。すいません。はい、開けます。で、これ、はい。これね、すごいですよ。革、ウッド、ハイグロス系のブラックで、まあこれは普通の樹脂系でまた革があってっていう、素材で言うと樹脂から始まり革があって、このハイグロス系ブラックがあって、ウッドって、もうね、4つですよ、4つ。トリプルどこじゃないですよ。で、はい。エルゴコンフォートって、だからマッサージチェアもついております。で、これはだから、一番ベーシックな R ラインはついてません。アドバンスとエレガンスについているという状態です。はい、ようこそ来ましたよ。じゃあ、エンジンかけちゃいましょうか。もう暑いです。すみません。ああ、やっぱ静か。さっきまで、TDI エンジン乗ってたので、パサートの。いや、すっごい静かですね。やっぱこのエンジン2リッターのガソリンなので、ほんと静か。いや、でも意外と振動する。振動が伝わってくるお尻に。あれ、振動だけで言うとディーゼルとあんま変わんないような感じですけど。はい。振動はあります。いや、かっこいいけど、このあたりの振動対策とか、そのあたりは、まあ以前と変わらない感じですかね。さあ、そして、まずエアコン周りは独立で全部出てますよ。はい。ちょっと風。まあ、風の音は、あ、でも意外とちゃんとコントロールされてる感じかな。おとなしくした時に風の音は、あ、結構収まる。で、ここはね、パサードの方がかっこよかったと思う。ズバリで言うと。なんか、まあ、エレガントですし、高級感はあるかもしれないですけど、僕はパサードの方が好きかな。ここも、うん。こういう風に分けないで、もう連続させちゃうのが、僕は結構水平基調大好きタイプなので、好きですね。ポイントとしては、まあ、この辺りはもう今更説明する必要ないですね。もうこの辺りは、もうこのビューボタン。はい。ナビゲーション全面表示で、中央表示で、左右にスピードメーター、タコメーター表示。まあ、これをビューボタンで切り替えることができます。これ、ゴルフでありましたよね。で、これね、フィーリングはあんまり僕は好きじゃないです。なんか押した時のフィードバックが結構雑味がある。なんか全体的にガチャン、ガタン、ガタンみたいな、なんかね、このフィードバックがもうちょっと気持ちよく、クククククとかね、なんかそういうちょっと歯切れが良かったらいいんだけど、なんかちょっと、っていう感じです。まあ今後どんどん良くなってくると思います。これ間違いなく質感は上がってくると思います。この今の質感のままずっといくとは思えないですね。あと注目は、まあ、この辺り電動パーキングにホールドボタンもありますし、あとシート、これはエレガンスのシートですね。R ラインや R ラインアドバンスになると、これもうちょっとこの辺りとかももっと張り出しが強くて、少しスポーツシート型になりますし、あとヘッドレスト周りもこれ一体型になりますもんね。R ラインって確か。はい、なるかとは思います。ちょっと今、正確にはテロップで出てると思います。この辺りですかね。あと、走行前に一つだけ。これ結構すごいですよ。走行モードを押します。エコ、コンフォート、ノーマル、スポーツ、カスタム。今回足回りとか DCC 入ってるじゃないですか。アダプティブダンピングコントロールが入っていて、で、そこで、ちょっと例えば、これ。もうモードが全部表示されるようになりました。この辺りちょっと賢くなったんですよ。コンフォートだとステアリングはノーマルです。ドライブ、要はトランスミッション周りはノーマルです。エンジン音はこうですとか、エンジン音多分これだから、オフとかこれ電動なんですね。で、ACC ノーマルですとか、オートライトシステムもノーマルですとか、全部こういうのが細かく選べます。エンジン音、オンになったスポーツで。だからスピーカーからも音出すんですね。今さっきちょっと走った感じでもうスピーカーから少し音出てたので、エアコンノーマルですとか、まあこういうのが中身が見えるんですけど、こっからです。これカスタムモードです。これ自分の好きなように調整してください。で、エンジン音とかもオンにするとか、ドライブレンジ、ステアリングだけは僕ちょっと重ため好きなので、今スポーツにしておきました。ACC はノーマルでいいな。で、注目はこれ、DCC ですよ。アダプティブダンピングコントロール、これクリックしますよ。これがだからね、ちょっとね、違ったんですよ。ほら。すごいでしょ。電子制御。今までの、例えばパサートのオールトラックの DCC とこの DCC って実は使ってるユニットが違うんですよ。今までって3段階調整しかできないんですよ。減衰力を。ノーマル、コンフォート、スポーツみたいな。まあそういう、みたいなというか、まあその3つなんですけど、これはもうバリアフルって言っていいと思います。もう段階で言うと何段階だろう、もうこれ。1個、2個、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15段階です、これ。すんごいですよね。で、この15段階でやってるんじゃないかっていうぐらい、ほんとコンフォートにしたとき、なんか異様な動きをしてたので、まあそれでちょっとこれ中身見てみたら、あれっていうのが気づいたので、ちょっとびっくりです、これ。なのでこれ走りながらも、ちょっといろいろお伝えはしていきたいと思います。このあたりで乗り心地もちょっと違うという話です。では、今回も最後までご視聴ありがとうございました。試乗編はちょっとまた別の動画になりますので、そちらもご覧になっていただければと思います。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。イカラフォー。いや、しかし、どこ見てもかっこいいね。すごい。うん。後ろの後方視界もうちょっと欲しいかなっていうのはあるけど、かっこいいからもういい。かっこよさが得られるならちょっとは我慢しなさいって話ですね、もう。